はい、こんにちは。さわさわです。今日はね、スーパーマリオブラザーズ3をやっていこうかなと。これどうやって始めるの、これ。ちなみに先に言っとくけど、僕、ゲームというものを全くしたことがありません。スイッチでマリオカートやったのが、本当に初めてっていう感じで。よし。お、危ない危ない。ってことね、おーい、踏めないんだけど。操作感がさ、全然違うんだよ。俺 DS はやったことあって、友達の家とかでね、持ってはなかったけど、自分は。けどね、もう操作感が全然違うの、これ、もう。ね、おーい、なんで踏めないよ、こいつ。何これ、何これ。よし。よし。おーい、こんな感じの実力ですね。はい。よし。で、ここ叩いて、あれ、これキノコ出たよね、ここだし、こっちか。オッケー、そっち行くんかい。で、叩いて、さっきと同じミスはしないようにね。で、操作感がおかしいんだよ、この人さ。加速度がさ、なんでこんなさ、ちゃんと等加速度運動するの、このゲーム内。届く、これ大丈夫か。オーケーくおおよしよしよし。いやー、危ない。何これ、何これ、何これ。あ、 B 押したら回るんだ、これ。へえ、回ったらどうなんだ、これ。あー、なるほど、倒せるんだ、これ。へえ、すごいよ、それは。おい、あ、危ねえ。で、こっから、はい、ゴール。あ、意外と楽勝だね、これ。いや、マジで DS とさ、操作感が違いすぎ。あ、このままいけるんだ、この、で、何この、なんか尻尾生えたまんまさ。うわー！なんかこれ、ああ、変わんないのか。おい！もう分かんないよ、これさ。何これ、もう。何これ、ポチ。何これ、ブロックになったけど、コインがブロックになったけどね。ねえ、おお、キノコ出てきた。やったやったやった。おお、何何何何これ何これ、バカバカ。あっ、ね、あああおわガで、おーい、ゴール。アイボクちゃんの勝ち。アイボクの勝ち。これ何、最後のカードって。何があんの、これ、カード。これどっちもいけんのか。これ白いくか。白。おーい！ 何これ？ねえ。なんだこれは？おい。知らねえよ、そんなところにさ、溝があるなんてさ。なんでそっち行っちゃうの？ああ、届いた。オッケーオッケー。何これ、何これ、何これ、何これ。怖っ。大丈夫だよね。オッケー。おお！で、飛んで、で、オッケー。これ、キノコもらえるでしょ、多分これ。オッケー。え？これか、これ入るのか。これ、しょがまなくて大丈夫？大丈夫か？これ落ちたらダメなんだよね、多分。おお！バカバカ。どうやって、ああ、ここか。奥。ちょっと待って。オッケー、オッケー。ああ、怖い。で、ここで、入って。
あ、ボスね。ボス戦。なんで始まってんのもう。始まってんのもう。ね、あ、終わったんだけど、もうさ。ねえ。はぁ。ちょっと待って、同じミスは繰り返さないようにしよう。一瞬で始まるんだ、もうあれ、あそこ行ったら。なんかボス始まりますよ的なのないのこれ、こっち、OK、これはもう覚えた、覚えた。で、これでもう一個あって、そうそうそう。で、次、ここを越えたら、越えて、ここも越えて、おーい！これ、いつになったらクリアできるのこれ。いや、もう慣れたよ、結構。もう覚えた、覚えた。ここは出てくるから、一回待って、落ちてからそう、行く。で、キノコこっちに出てくるんだよね。オッケー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 。で、飛んで、おー、危ない危ない。ね、で、もう一個ここに回るやつあって、で、ここ火が、なんか火が出てきて、で、ここもあって、オッケー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 。で、ここで、葉っぱ取って、入って、で、ここなんか降りてくるから、ここで一回待機するでしょ？待機して、で、おっと危ない。で、ここで入れないから、ちょっと一旦ここで、ちょっと待って、合わせて、しゃがんで、尻尾危ない。で、入るでしょ？で、ボス戦か。OK、急に始まるんだよね、これもう。OK、OK。踏むんだよね、踏んだら、OK、OK、OK。よしよしよし。なんだ、お前！おーい、飛ぶのこいつ。おっ、危ない。オッケーオッケー。あ、こいつ飛び方一定だな、こいつ。さては右か左にその2パターンしかないな、飛距離。ちょ、待って待って、動くな。オッケー、敗北の勝ち。で、どこ、こっち行けばいいのか。よっしゃは？は？で、ゲームオーバーだったんだけど。コンティニューだよ。何これ、え、どうすんのこれ。 A ボタンじゃん。プラス？プラスか。は？あ、よかったよかった。え ?1 がなんかクリアしてないことになってるけど、まあいいや。5いくか。なんだこのゲームは。ねえ、何これ。ちょーい。で、これ A ボタン連打したら上行けないの。あ、上行けるんだ。ん、上ボタン押したら飛べるのか。なるほどね。おお、死んだかと思った今。おーい、はい。え、ちょっと待って、このパートね、ボスまで行くまでちょっと終わりたくないな。こいつはもう対策は大丈夫。よしよし、なんなんこれ、なんなんこれ。こいつら、あ、これ蹴って全部飛ばせ。あっ、あれを蹴って全部飛ばせばいいんだ、きっと。え、いけんのこれで。マジ滑っていけるのか。で、ここバックン出てくるから、で、ここも気をつけて、そうそう、え、これどっち下、上、どっちもいいよ、これ。おっとっとっと、おっとっとっと、で、蹴ったら全部やれると。おわぁ、オッケー、これ跳ね返ってこないよね、オッケーオッケー。で、なんか下も行けるっぽいけど、上行っていいのかな、これ。ん、下行くしかないのか、これ。おぉ、怖い。大丈夫か、オッケー。
来た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 。イエーイ。で、6か。むず。むず。これ足場小さすぎるでしょ。オッケー、キノコ取って。なんだこれは。おっ、ちょ、え、これ、あ、動かなくてもいいのかこれ。なんだ。動かなくてもいいのか。で、うー、で、あ、な、これ、な、なにこれ、なにこれ。おほほ、やっとかわしたー。ん、どっちもいいよこれ。ん、これさてはあれに乗らないといけないってやつだな。おおい、はこれまた、まさかまたこれ最初からじゃねえかよ。これいけるんだよね、このまま何も押さなかったら。オッケーオッケー。もうこれ、うもう、なんなんこれ、本当に。で、これでいけて、ちょ、オッケー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 。で、これちょっと城クリアするまでね、やめたくないんだよね、さすがに。あの最後の城、これ上いって行くんだよね確か。で、これは跳ね返ってくるんだよね確か。あ、オッケー。もう予習っていうか、もう対策できてるから、ちゃんと一回やったらね、もう分かるから。おーい、いつになったら終わるんだよこれ。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこのステージ。なんか途中にこいついたけどさ、このマップの、これ難しすぎんか。難しすぎんか、これ。これ下から叩いても倒せるんだよねこいつ。今だ。オッケー。ん？終わり？これで。もう終わりなのこれで。ん？終わりなんだ。ほん。よし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 。で、はい、オッケー。で、蹴って上行って、下行ったらどうなるか分かんないけど、ね、これ滑れるんだよね。オッケー、滑って倒せるということも学習した。で、ここ上行けないから下下がって、バックがいるんだよねここにね。オッケー。で、これでもう終わりと。あ、ここはまあここまで来ればもうね、よし。いや、城まで行きたい、マジで。6をクリアしたら、真剣に行こう、マジで。もう、また最初からになりたくないから、これ、本当に。お、じゃ、キノコ欲しいね、ここで。キノコ取って、オッケー。で、これ乗るでしょ？で、乗って、で、もういいや、あいつ無視で行く、無視で行く。で、ここはさっきと同じことしないように、ここはゆっくり、OK。で、これ乗って、おっ !OK、OK、OK、踏んだ、踏んだ。え、これもう飛び移るのか、これは。で、あ、これが、あ、なるほどね。これに乗ればいいのか。ドアマジで、マジで。ねえ。おわ！お、取れない。うわ、よしよしよし、来た来た来た。来た来た来た。来た来た来た。で、ここでゆっくり降りることね。ゆっくり降りて、で、ここに乗って、で、危ないから踏む。オッケー。で、落ちるから横に飛び乗って、で、こいつのタイミングで、タイミング、タイミング、あそこら辺までしか来ないんだよね、これは。
だからここで乗る、オッケーで乗り移って、ん、え、あ、向こうに飛ぶのか。え、これ結構きつくねえか。んポーン、オッケー、余裕だったわ。な、なに、なにこれ、なにこれ、なにこれ、普通にいいんだよこれ、オッケー、きたー。え、これ次城じゃね、もうついに。え、もう行っていいんだよね、これ。行くか。なにこれ、大変大変、王様がこんな姿に変えられたよ、魔法の杖を取り返してください。はーい、わかりました。これどっちが言ってんのこれ、犬が言ってんのか、あのなんかキノピオがなんか、何、なんかなんか、なんか赤いキノピオが飛びながら言ってんのかわかんない。な、乗っちゃったけど、なんか、これ強制スクロールってやつか、これ。待って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 、わあ、ねえ、うわあ、おっ、オッケー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 、はい、お疲れ様でした。え、これ、これゼロ機になったけど大丈夫？早く早く早くコクッパから魔法の杖を取り返してください。うん、どういうこと？これあの船を追いかけろってこと？船を追いかけろってことか。行けないんだけど、あそこ。ねえ。ちょっと時間もあれなんで、パート1はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。